堀夫「燃ゆる方」「私は十七になった」「そして中学校から高等学校へ入ったばかりの自分であった」「私の両親は私が彼らのもとであんまり神経質に育つことを恐れて私をそこの寄宿舎に入れた」 そういう環境の変化は私の性格に著しい影響を与えずにはおかなかったそれによって私の少年時からの脱皮は気味悪いまでに促されつつあった寄宿舎はあたかも蜂の巣のようにいくつもの小さな部屋に分かれていたそしてその一つ一つの部屋にはそれぞれ十人余りの生徒らが 一たたに生きていたそれに部屋とはいうものの中にはただ穴だらけの大きな机が2つ3つ置いてあるきりだったそしてその机の上には誰のものともつかず白筋の入った製法とか辞書とかノートブックとかインク壺とかタバコの袋とかそれらのものがごっちゃになって積まれてあった。 そんなものの中で、ある者はドイツ語の勉強をしていたり、ある者は足の壊れかかった古い子に危なっかしそうに馬乗りになって、タバコばかり吹かしていた。私は彼らの中で一番小さかった。私は彼らから仲間外れにされないように、苦しげにタバコを吹かしまだ髭の生えていない方に、こわごわカミソリを当てたりした。 2階の寝室は変に臭かったその汚れた下着類の匂いは私をムカつかせた私が眠るとその匂いは私の夢の中にまで入ってきてまだ現実では私の見知らない感覚をその夢に与えた私はしかしその匂いにもだんだん慣れていったこうして、 私の脱皮はすでに用意されつつあったそしてただ最後の一撃だけが残されていたある日の昼休みに私は一人でブラブラと植物実験室の南側にあるひっそりした花壇の中を歩いていたそのうちに私はふと足を止めた そこの一宮に群がりながら咲いている私の名前を知らない真っ白な花から花粉まみれになって一匹のミツバチの飛び立つのを見つけたのだそこでそのミツバチがその足にくっついている花粉の塊を今度はどの花へ持っていくか見ていてやろうと思ったのであるしかしそいつはどの花にもなかなか止まりそうもなかったそしてあたかも それらの花のどれを選んだらいいかと迷っているようにも見えたその瞬間だった私はそれらの見知らない花が一斉にそのミツバチを自分のところへ誘おうとしてなんだかめいめいのめしべを妙な死体にくねらせるのを認めたような気がしたそのうちにとうとうそのミツバチはある花を選んで それににぶら下がるようにして止まった。その花粉まみれの足でその小さな中東にしがみつきながらやがてそのミツバチはそれからも飛び立っていった私はそれを見るとなんだか急に子供のような残酷な気持ちになって今受精を終わったばかりのその花をいきなりむしり取ったそしてじっと他の花の 花粉を浴びているその中東に見入っていたがしまいには私はそれを私の手のひらでもみくちゃにしてしまったそれから私はなおもさまざまな燃えるような赤や紫の花の咲いている花壇の中をぶらついていたその時その花壇に T 字型をなして面している植物実験室の中からガラスの越しに私の名前を呼ぶものがあった 見るとそれは魚住という上級生であった来てて見見たまえ、顕微鏡を見せてやろう。その魚住という上級生は私の倍もあるような大男で円盤投げの戦士をしていたグラウンドに出ている時の彼はその頃私たちの間に流行していたギリシャ彫刻のドイツ製の絵はがきの一つの ディスカス・カウェルフェル円盤投手というのに少し似ていたそしてそれが下級生たちに彼を偶像化させていたが彼は誰に向かってもいつも人をバカにしたような表情を浮かべていた私はそういう彼の気に入りたいと思った私はその植物実験室の中へ入っていった そこには魚住一人しかいなかった。彼は毛深い手で不器用そうに何かのプレパラートを作っていた。そして時々ツアイスの顕微鏡でそれを覗いていた。それからそれを私にも覗かせた。私はそれを見るためには体をエビのように折り曲げていなければならなかった。見えるかええ。 私はそういうぎこちない姿勢を続けながらしかしもう一方の顕微鏡を見ていない目でもってそっと魚住の動作をうかがっていた少し前から私は彼の顔が異様に変化しだしたのに気づいていたそこの実験室の中の明るい光線のせいかそれとも彼がいつもの仮面を脱いでいるせいか彼の方の肉は 妙にたるんでいてその目は真っ赤に充血していたそして口元には絶えず少女のような弱々しい微笑をちらつかせていた私は何とはなしに今のさっき見たばかりの一匹のミツバチと見知らない真っ白な花のことを思い出した彼の熱い息が私の方にかかってきた 私はついと顕微鏡から顔を上げた。「もう僕」と腕時計を見ながら私は口ごもるように言った「教室へ行かなくっちゃ」そうかいつの間にか魚住は巧妙に新しい仮面をつけていたそして幾分青くなっている私の顔を見下ろしながら彼は平成の 人をバカにしたような表情を浮かべていた5月になってから私たちの部屋に三枝という私の同級生が他から転出してきた彼は私より一つだけ年上だった彼が上級生たちから少年視されていたことはかなり有名だった彼は 痩せた静脈のすいて見えるような美しい皮膚の少年だったまだバラ色の方の所有者私は彼のそういう貧血性の美しさを羨んだ私は教室でしばしば教科書の陰から彼のほっそりした首を盗み見ているようなことさえあった夜三枝は誰よりも先に 2階の「寝室へ行った寝室は毎夜規定の就任時間の10時にならなければ伝統がつかなかったそれなのに彼は9時頃から寝室へ行ってしまうのだった私はそんな闇の中で眠っている彼の寝顔をいろんな風に夢見たしかし私は習慣から12時頃にならなければ寝室へは行かなかった」。 ある夜私は喉が痛かった。私は少し熱があるように思った。私は三枝が寝室へ行ってから間もなく、西洋ろうそくを手にして階段を上って行った。そして何時なしに自分の寝室のドアを開けた。その中は真っ暗だったが、私の手にしていたろうそくが、突然大きな鳥のような格好をした異様な影をその天井に投げた。 それは格闘何かしているように不気味に揺れ動いていた。私の心臓はドキドキした。がそれは一瞬間に過ぎなかった。私がその天井に見いだした幻影はただろうそくの光の気まぐれな動揺のせいらしかった。なぜなら私のろうそくの光がそれほど揺れなくなった自分にはただ三草が壁際の寝床に寝ているほか、 その枕元にもう一人の大きな男がマントをかぶったままむっつりと不機嫌そうに座っているのを見たきりであったから誰だとそのマントをかぶった男が私の方を振り向いた私は慌てて私のろうそくを消したそれが魚住らしいのを認めたからだった私はいつかの植物実験室の時から 彼が私を憎んでいいいいるに違いないと信じていた。私は黙ったまま三枝の隣の自分の薄汚れた布団の中に潜り込んだ三枝もさっきから黙っているらしかった私の悪い喉を締め付けるような数分間が過ぎたその魚住らしい男はとうとう立ち上がった そして何も言わずに暗がりの中で荒々しい音を立てながら寝室を出て行ったその足音が遠のくと私は三枝に「僕は喉が痛いんだ」と少し具合が悪そうに言った「熱はないの?」彼が聞いた「少しあるらしいんだ」「どれ見せたまえ」そう言いながら三枝は 自分の布団から少しし体を乗り出して、私のずきずきするこめかみの上に彼の冷たい手をあてがった私は息を詰めていたそれから彼は私の手首を握った私の脈を見るのにしてはそれは少しへんてこな握り方だったそれなのに私は自分の脈拍の急に高くなったのを 彼に気づかれはしまいかとそればかり心配していた翌日私は一日中寝床の中に潜りながらこれからも毎晩早く寝室へ来られるため私の喉の痛みがいつまでも治らなければいいとさえ思っていた数日後夕方から私の喉がまた痛み出した 私はわざと咳をしながら三枝のすぐあとから寝室に行ったしかし彼のとこは空っぽだったどこへ行ってしまったのか彼はなかなか帰ってこなかった一時間ばかり過ぎた私は一人で苦しがっていた私は自分の喉がひどく悪いように思いひょっとしたら自分はこの病気で死んでしまうかもしれない 謎と考えたたりしていた彼はやっと帰ってきた私はさっきから自分の枕元にろうそくをつけっぱなしにしておいたその光が服を脱ごうとして身もだいしている彼の姿を天井に不気味に映した私はいつかの晩の幻を思い浮かべた私は彼に 今までどこへ行っていいたた。のかと聞いた彼は眠れそうもなかったからグラウンドを一人で散歩してきたのだと答えたそれはいかにも嘘らしい言い方だったが私は何にも言わずにいたろうそくはつけておくのかい彼が聞いたどっちでもいいよじゃあ消すよそう言いながら彼は 私のののの枕元のろうそくをを消すたた。めに、彼の顔を私の顔に彼顔顔私私近づけてきた私はその長いまつげの影がろうそくの光でちらちらしている彼の方をじっと見上げていた。私の火のようにほてった方にはそれが神々しいくらい冷たそうに感じられた。 私と三枝との関係はいつしか友情の限界を超え出したように見えたしかしそのように三枝が私に近づいてくるにつれその一方では魚住がますます寄宿生たちに対して乱暴になり時々グラウンドに出ては一人で狂人のように円盤投げをしているのが見かけられるようになったそのうちに楽器試験が近づいてきた 寄宿生たちはその準備をしだした魚住がその試験を前にして寄宿舎から姿を消してしまったことを私たちは知ったしかし私たちはそれについては口をつぐんでいた「夏休みになった私は三枝と一週間ばかりの予定で」 ある半島へ旅行ししようとしていたあるどんよりと曇った午前私たちはまるで両親をだましていたずらかなんかしようとしている子供らのように幾分陰気になりながら出発した私たちはその半島のある駅で降りそこから一里ばかり海岸に沿った道を歩いたあとのこぎりのような形をした山に抱かれた ある小さな漁村に到着した。「宿屋は物悲しかった暗くなるとどこからともなく海藻の香りがしてきた消費がランプを持って入ってきた私はその薄暗いランプの光で寝床へ入ろうとしてシャツを脱いでいる三枝の裸になった背中にひとところだけ 背骨が妙な具合に突起しているのを見つけた。私はなんだかそれがいじってみたくなった。そして私はそこのところへ指をつけながら、これはなんだいと聞いてみた。それかい彼は少し顔をあからめながら言った。それは脊椎カリエスの跡なんだ。ちょっといじらせない そう言って、私は彼を裸にさせたままその背骨の変な突起を象牙でもいじるように何度も撫でてみた彼は目をつぶりながらなんだかくすぐったそうにしていた翌日もまたどんよりと曇っていたそれでも私たちは出発したそして再び 海岸に沿った小石の多い道を歩き出したいくつか小さな村を通り過ぎただが昼ごろそれらの村の一つに近づこうとした自分になると今にも雨が降ってきそうな暗い空合いになったそれに私たちはもう歩き疲れ互いに少し不機嫌になっていた私たちはその村へ入ったら いつ頃乗り合い馬車がその村を通るかを訪ねてみようと思っていたその村へ入ろうとするところに一つの小さな板橋がかかっていたそしてその板橋の上には56人の村の娘たちがめいめいにビクを下げながら立ったままで何かしゃべっていた私たちが近づくのを見ると彼女たちはしゃべるのをやめた そして私たちの方を珍しそうに見つめていた私はそれらの少女たちの中から一人の目つきの美しい少女を選び出すとその少女ばかりじっと見つめた彼女は少女たちの中では一番年上らしかったそして彼女は私がいくら無作法に見つめても平気で私に見られるがままになっていた そんな場合にあらゆる若者がするであろうように私は短い時間のうちにできるだけ自分を強くその少女に印象させようとしてさまざまな動作を工夫したそして私は彼女と一言でもいいから何か言葉を交わしたいと思いながらしかしそれもできずに彼女のそばを離れようとしていたその時突然三枝が歩みを緩めた そして彼はその少女の方へずかずかと近づいていった。私も思わず立ち止まりながら、彼が私に先回りして、その少女に馬車のことを尋ねようとしているらしいのを認めた。私は、そういう彼の機敏な行為によって、その少女の心に彼の方が私よりも一層強く印象されはすまいかと気づかった。そこで私もまたその少女に近づいていきながら、 彼が質問している間彼女のビクの中を覗いていた少女は少しもはにかまずに彼に答えていた彼女の声は彼女の美しい目つきを裏切るような妙にしゃがれた声だったがその声変わりのしているらしい少女の声はかえって私を不思議に見惑した今度は私が質問する番だった 私はさっきから覗き込んでいたビクを指さしながら、おずおずと、その小さな魚は何という魚かと尋ねた。ふふふ、少女はさもおかしくてたまらないように笑った。それにつれて、他の少女たちもどっと笑った。よほど私の問い方がおかしかったものと見える。私は思わず顔をあからめた。その時私は、 の顔にもチらりと意地悪そうな微笑の浮かんだのを認めた私は突然彼に一種の敵意のようなものを感じ出した私たちは黙り合ってその村外れにあるという乗り合い馬車の発着場へ向かったそこへ着いてからも馬車はなかなか来なかったそのうちに雨が降ってきた いいていた馬車の中でも、私たちはほとんど無言だったそして互いに相手を不機嫌にさせ合っていた夕方やっと霧のような雨の中を宿屋のあるというある海岸町に着いたそこの宿屋も前日の薄汚い宿屋に似ていた同じような海藻のかすかな香り同じようなランプの炎明かりが わずかに私たちのの中に前夜私私たちをよみがえらせた。私たちちをらせはようやく打ち解け出した私たちは私たちの不機嫌を旅先で悪天候ばかりを気にしているせいにしようとしたそしてしまいに私は明日汽車の出る町まで馬車で一直線に行ってひとまず東京に帰ろうではないかと言い出した彼も仕方なさそうにそれに同意した その夜は疲れていたので私たちはすぐに寝入った明け方近く私はふと目を覚ました三枝は私の方に背中を向けて眠っていた私は寝巻きの上からその背骨の小さな突起を確かめると夕べのようにそれをそっとなでてみた私はそんなことをしながら ふと昨日橋の上で見かけたビクを下げた少女の美しい目つきを思い浮かべたその異様な声はまだ私の耳についていた三枝がかすかに歯ぎしりをした私はそれを聞きながらまたうとうとと眠りだした翌日も雨が降っていたそれは昨日より一層霧に似ていた それが私たちに旅行を中止することをいやおうなく決心させた雨の中を騒がしい響きを立てて走っていく乗り合い馬車の中でそれから私たちの乗り込んだ三等客車の混雑の中で私たちはできるだけ相手を苦しめまいと努力し合っていたそれはもはや 愛の給仕札だそして私はなぜかしら三枝にはもうこれっきり会えぬように感じていた彼は何度も私の手を握った私は私の手を彼の自由にさせていたしかし私の耳は時々どこからともなくちぎれちぎれになって飛んでくる例の少女の異様な声ばかり聞いていた 別れの時は最も悲しかった。私は自分の家へ帰るにはその方が便利な郊外電車に乗り換えるためにある途中の駅で汽車から降りた私は混雑したプラットホームの上を歩き出しながら何度も振り返って汽車の中にいる彼の方を見た彼は雨でぐっしょり濡れたガラス窓に顔をくっつけて 私の方をよく見ようとしながらかえって自分の息でそのガラスを白く曇らせそしてますます私の方を見えなくさせていた8月になると私は私の父と一緒に信州のある湖畔へ旅行したそして私はその後三枝には会わなかった彼はしばしばば その後半に滞在中の私にまるでラブレターのような手紙をよこした。しかし私はだんだんそれに返事を出さなくなった。すでに少女らの異様な声が私の愛を変えていた。私は彼の最近の手紙によって彼が病気になったことを知った。脊椎カリエスが再発したらしかった。がそれにも私は ついに手紙を出さずにしまった秋の新学期になった湖畔から帰ってくると私は再び寄宿舎に移ったしかしそこでは全てが変わっていた三枝はどこかの海岸へ展示していた魚住はもはや私を空気を見るようにしか見なかった冬になった あるる薄氷の張っている朝私は校内の掲示板に三枝の死が報じられてあるのを見出した私はそれを未知の人でもあるかのようにぼんやりと見つめていたそれから数年が過ぎたその数年の間に私は時々その寄宿者のことを思い出したそして 私はそこに私の少年時の美しい皮膚をちょうど漢木の枝に引っかかっている蛇の透明な皮のように惜しげもなく脱いできたような気がしてならなかった。そしてその数年の間に私はまあなんと多くの異様な声をした少女らに出会ったことか。がそれらの少女らは一人として私を苦しめないものはなくそれに私は彼女らのために苦しむことを。 あまりにも愛していたのでそのために私はとうとう取り返しのつかない打撃を受けた私は激しい白血後かつて私の父と旅行したことのある大きな湖畔に近いある高原のサナトリウムに入れられた医者は私を肺結核だと診断したがそんなことはどうでもいいただ バラがほろりとその花弁を落とすように私もまた私のバラ色の方を永久に失ったまでのことだ私の入れられたそのサナトリウムの白川という病棟には私のほかには一人の十五六の少年しか収容されていなかったその少年は脊椎カリエス患者だったがもうすっかり回復期にあって毎日数時間ずつベランダに出ては せせっせと日光浴をやっていた私が私のベッドに寝たきりで起きられないことを知るとその少年は時々私の病室に見舞いに来るようになったある時私はその少年の肥に黒く焼けたそして唇だけがほのかに赤い色をしている細表の顔の下から死んだ三枝の顔が透かしのように現れているのに気がついた。 その時から私はなるべくその少年の顔を見ないようにしたある朝私はふとベッドから起き上がってこわごわ一人で窓際まで歩いて行ってみたい気になったそれほどそれは気持ちのいい朝だった私はその時自分の病室の窓から向こうのベランダにその少年が 猿股も吐かずにすっぱだかになって日光浴をしているのを見つけた彼は少し前こごみになりながら自分の体のある部分をじっと見入っていた彼は誰にも見られていないと信じているらしかった私の心臓は激しく打ったそしてそれをもっとよく見ようとして近眼の私が目を細くしてみると彼の真っ黒な背中にも のと同じような特有な突起のあるらしいのが私の目に入った私は不意にめまいを感じながらやっとのことでベッドまで帰りそしてその上へうつ伏せになった少年は数日後彼が私に与えた大きな打撃については少しも気がつかずに退院した